Android を搭載した T-Mobile G1 のレビューです。メニューを開くとこんな感じです。スライドを開くと、自動的に縦横が切り替えになって、QWERTY キーボードも搭載です。Google マップに対応しており、このようにスムーズにスクロールすることができます。タッチパネルは、爪などでは使えないらしいです。ズームなどもなかなかスムーズ。メニューボタンを押せばメニューが出てきて、ストリートビューにも対応。このように、ぐるぐるとストリートビューもスムーズに表示されます。これは今ソフトバンクの 3G で接続中ですが、十分な通信速度が保たれています。ホームボタンを押せばホームにすぐ戻り、ウィジェットにも対応。ウェブブラウザを起動するとこんな感じです。各種 Google サービスとの連携は非常によく、トラックボールが搭載されているので上下左右のスクロールも非常にスムーズ。もちろん、ウェブブラウザはタッチパネルによるスムーズスクロールにも対応しています。日本語入力には対応していませんが、日本語表示にはデフォルトで対応しています。日本語入力もなんとか無理やり翻訳アプリや、辞書アプリなどを使ってコピー&ペーストをすればなんとか入力できるのを確認しました。ちょっとめんどくさいですけどね。操作を悩んでます。メニューはこんな感じです。E メールです。Gメールは専用アプリで非常に